皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は素敵なあの人を購入いたしました。特別付録は歌をラウンド型キルティングバッグです。それでは開封していきます。はい、開封いたしました。今回はキルティングバッグ、このラウンド型となっておりまして、今大流行ですよね。ユニクロさんでも売ってたりしますけれども、付録にも登場してきました。それでは詳しく見ていきましょう。はい、バッグはご覧の通り美しいグリーンカラーのバッグとなっておりまして、ちょっと薄めの色と言っていいですかね。そんな濃い色ではありませんね。とても綺麗な色になっております。で、素材なんですけれども、ポリエステル素材が使われてまして、とっても軽いバッグ、約 100g のバッグになっております。で、耐荷重は約 3kg と記載されてますね。そしてこのキルティング模様が歌尾さんでよくあるこのヘチマ柄のキルティング模様となっておりまして、このあたりもおしゃれなデザインとなっておりますね。で、正面がこちらで、裏側見ていくと裏面も同様ですね。外側に歌尾さんのこのロゴとかそういったものは入っておりませんので、前も後ろも同じデザインということになっております。そしてマッチの部分はこのような感じになっておりまして、はい、あ、どうですかね、割とマッチもありますので、後でいろいろ入れますけれども、見た目以上にたくさん入りそうな予感がしております。そしてこのショルダーストラップは取り外しはできないんですけれども、このようにさ、ここですね、サイズ調節が可能となっております。この幅もこれくらい取られておりまして、厚みとかクッション性はないんですけれども、十分なストラップがついているかと思います。後で肩掛けをしてサイズの確認をしていきたいと思います。そしてこのラウンド型の形状をしておりまして、開口部分はここジップですね、ゴールドジップが付けられ、ここに歌尾の刻印がされているということになっております。それではジップを開けていきたいと思います。ジップの動きなんですけれども、このようにスムーズに動いてくれますので、特に問題はなさそうですね。で、中の方を見ていきますと、こんな感じ、久しぶりの登場です。それでは中ご覧ください。内側もグリーンとなっておりまして、内生地はこのシャカシャカ系のポリエステル生地が使われております。そしてここに内ポケットが一つついておりますので、小分けするのにちょうど良きかと思います。で、その他は特に何もないかなと思いますので、ではいろいろ入れていきましょう。それでは入れていきましょう。まずは長財布からいってみますね。長財布はこんな感じですっぽりと入ります。開口部の余裕はこれくらいではあるんですけれども、こう斜めにこう入れていけば全く問題ないかなと思います。さらに続いて 500ml のペットボトルを入れますと、長財布を入れた横にさらに入れるとちょっとこれは厳しいかなっていう膨らみになってきますので、ペットボトルを入れるときは長財布はやめて、こういうミニ財布にしておくのがちょうどいいかと思います。もしくは、ペットボトルをちょっと一旦出しまして、長財布を入れて、その横にこのちょっとスリムな、ステンレスボトルですね、同じくグリーン系のスヌーピーさんの入れていますけれども、こうしますと、やはりちょっとやっぱり膨らみますけれども、なんとか、閉まるかなというところですかね。まあそれでもだいぶ膨らんじゃいますので、やはりこのバッグの時は長財布はちょっとやめて、今一旦これを入れときましょう。はい、そしてステンレスボトルではなくて 500ml のペットボトルを入れて、さらに続けていきますと、この後に、内ポケットありますので、例えばリップとか目薬ですね、こういったものは内ポケットに入れておくと迷子になりにくいですね。さらにエコバッグを入れたりとか、あとハンカチもですね、こっち入れときましょうか。はい、こんな感じで入れたりとか、あとスマホはこのまま直接メイン収納に入れていくという感じになるかと思います。これは今 iPhone の Pro シリーズの入れましたけど、横にこう入れてもいいですし、立てて入れるとやっぱりちょっとはみ出しますので、横にこう入れる感じになってくるかと思います。その他折りたたみ傘をこんな感じで入れておくことも可能ですね。これだけ入れてなんとか閉まるという、それくらいの収納力です。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください、どうでしょうか。
ふたおのラウンド型キルティングバッグとなっておりまして、ポイントはこのまずカラーですね、グリーンとなっておりまして、ブラックのバッグが多い中で、付録でこの色はかなり貴重なアイテムになってくるかと思います。そしてこの表面のキルティング模様もとてもおしゃれな仕上がりになってますよね。で正面で横から見るとバチもこれくらいありまして、反対側はこのようになっております。ショルダーベルトも幅の広いものが付けられておりまして、取り外しできませんがサイズ調節ができまして、今一番長く設定しました。で肩掛けをしますとこれくらいまで来ますか、斜め掛け、はい、あ、ちょうどいい具合に来てくれますね。でこの形状もですね、体にこうフィットしやすく、手をこう添えた時もですね、とてもフィット感が安定感があり、このラウンド型とてもおすすめできるかと思います。で使い勝手見ていきますと、ジップをスーッと開けまして、中にはですね、内ポケットありますので、そこからちょっと小物類、ハンカチとか取り出したりとかもできますし、今回ミニ財布を今入れておりますけれども、こういう小さめのお財布であれば内ポケットにも入ったりしますので、まあ、仕分けするのにも便利な内ポケットになっております。その他スマホをちょっと取り出したりとかですね、あとはエコバッグも入りますし、折りたたみ傘も入りますし、その他 500ml のペットボトルもしっかり入りますので、見た目以上の容量となっております。お出かけに必要なものはしっかり入るかなと思います。奥のものを取り出すときはちょっと手前のものを出してこう取るみたいな、そんな感じにはなりますけれども、まあ、収納力は十分あるといった感じになっております。現在このラウンド型ショルダーバッグ非常に流行っておりますので、ぜひ付録で手に入れてみてはいかがでしょうか。バッグ自体も 100g ととても軽量になっておりまして、扱いやすくなっております。ちょっとお出かけの際のバッグとしてぜひ使ってみてください。大変お待たせいたしました。それでは本日も最後になりますけれども、バッグの正確な容量を測定していきます。それでは皆さんご一緒に、 How many ブルボン。バッグの容量は15ブルボンです。ブルボン、ガトーレーズンおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回は素敵なあの人の付録、ウタオラウンド型キルティングバッグ紹介してまいりました。はい、ウタオのキルティングバッグはムック本でよく出てたわけですけれども、今回雑誌付録ということで少し価格もお安めで購入できますので、気になっている方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは来月号の予告をしておきます。素敵なあの人、来月号の付録はこちらです。通常号と増刊号同時発売となっておりまして、まず通常版はこちら、ミッフィ身だしなみ発展セットです。この身だしなみ発展セットはこれまでスヌさんとかムーミンで出てると思うんですけど、今回ミッフィさんで登場ですね。でこのように刺繍ロゴが入っているということなんですけど、ピンクの可愛らしいデザインになっております。で発展セットの内容としましては、ここですね、爪切りと巻き爪用の爪切りと爪ヤスリですね、甘皮カッターと甘皮プッシャー、さらにハサミと毛抜きと、あと耳かきの入った発展セットです。はい、まあ、このあたりもこれまで出たスヌさんとかですね、ムーミンさんと同じような内容かと思います。まあ、これまでの付録実際使ったことありますけど、切れ味もすごく良くてですね、非常に使えるアイテムになっております。まあ、セットであると非常に便利なんですよね。サイズも手のひらサイズなので、バッグにちょっと入れてですね、お出かけの際に使ったりとか、旅行先で使ったりとか、非常に便利に使うことができます。でアイテムにはこのようにミッフィーさんのシルエットがプリントされているということで、このあたりも可愛いポイントになってますね。でこちらが通常版で、増刊号はこちらになります。同じくミッフィーさんの折りたたみ携帯スリッパです。スリッパの付録もこれから出てきそうですね。暖かいものから、これは超軽量折りたたみ携帯スリッパとあるので、モコモコのスリッパではなさそうですけれども、ポイントとしましては、折りたたんでポーチに収納するとコンパクトにということで、こう半分に折りたたむことができるみたいですね。
で、このポーチも今回つくのかどうなのかちょっと記載されてないのでわからないんですけど、スリッパだけかもしれませんね。で、このスリッパのサイズは22センチから24センチサイズということで、女性用のサイズになってるかなと思います。で、裏面はこの滑り止め付きで、履き口はゴムなので履きやすく脱げにくいということになっております。まあ、こんな感じで素足で履いていらっしゃいますけど、まあ、履き心地も良き状態のようですね。はい、まあ、旅先のホテルとかですね、ちょっとした、靴を脱いでいくところでこういう携帯スリッパあると便利ですよね。はい、こちらが増刊号の付録となっておりまして、来月号は11月16日発売となっておりますので、楽しみに待ちましょう。はい、ということで今回は素敵なあの人紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。